先生も素敵な、じゃ同じとこ子供のようなまさに自称永遠の3歳児と言ってますけど3歳児になりきってる、本当にすごいなと思いました聞いただけでマリが元気になるんです。嬉しい、もう間違いなく元気だ、はいはい。さあ本日は声診断コーナーです。有機アミワールドアカデミー稲井秀人学長が担当するコーナー、これまでに2万5000人以上の臨床データのある声診断ソフトにより、ゲストの方の声の波形を読み取り、その方の個性や能力を紐解いていきます。本日のゲストは株式会社 TKC 代表取締役、天才キッズクラブ理事長の田中幸太郎先生です。よろしくお願いいたします、はい、どうぞよろしくお願いいたします、はい、それでは稲井学長よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。迫力のあるお声取るのを楽しみでした。はい、今からさせていただくのが先生の声をドレミファソラシドに置き換えるんですね。お、はい、で普段の喋り声を取るだけですので、はい、これをちょっと耳につけていただきまして、はい、耳につければいいですね。はい、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 セット完了です。はい、普段の声でよろしいですから、はい、よろしくお願いします。さあ1週目2週目やっていただきましたが、はい、ご感想いただいかがだったでしょうか。はい、なんか本当に稲井さんとあゆみさんがもう本当に、投げかけていただく言葉がすごく心地よかったので、もう思う存分楽しませていただきました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今後のところに文部科学大臣として頑張られるということですが、その姿勢を びっくりしました本当に先生のような方になってほしいと思うんですが、今やっぱりご父兄からとか、あと周りからのそういうご要望多いんじゃないですか。そうですね、ちょくちょくと議員さんになってくださいとかっていうのは、田中先生絶対議員とかやった方がいいですとかいうのは本当によく言われますね、うん、はい、はい、ありがとうございます。このように声が出てくるんですね。はい、はい、で12色の色と波形でこのように出てきてまして、はい、で先生のお声で特に強いのが、はい、やっぱりレッドの声、赤、はいはいはい、この赤の声というのは、実は表に行動として出していく声なんですね。はい、地道な実行力、うん、もう何があろうが粘り強く形にしていく力なんですよ、はいはい、だからあとはこれコーラルレッド、朱色の声なんですが、これというのはもう肌の感覚、体感覚、はい、まさしく子どもたちと一緒に感じながらコミュニケーションを取るというのが本当に分かります。はい、実際子どもたちの声も私声診断で取らせていただいたときに、子どもらが出るのここばっかりなんです。はあはあ、先生も素敵な、じゃ同じとこ子どものようなまさに自称永遠の3歳児と言ってますけど3歳児になりきってる、本当にすごいなと思いましたいやいや、びっくりですね。はい、はい、で実際これで上の方が見る、はい、そしてここが聞く、はい、ここが感じるというところなんですね。感じる、はい、でその中で、はい、もちろんこれ全部あるんですけども、特に先生の場合はこの感じる、感じる全て場で雰囲気空気を感じていくという方なんですね。はいはいはい、そして今度は内面です。はい、これが内側なんです。はい、これ外側も先ほどお見せしたようにここだけだったんですが、内面を見ていただきますと、はい、内面にはもうこれオレンジ、これは丹田のあたり、はい、丹田、はい、丹田はとにかくこの丹田の声の方って聞いただけで周りが元気になるんです。嬉しい、もう間違いなく元気させます。はいはい、それからライムグリーン、これはですね、はい、自己価値が非常に高い、はい、ということは先生の声を聞くと周りの人たちが自分という価値を取り戻すんです。そういう声です。はい、そしてこのブルー、はい、ここの部分なんですが、ブルーというのは表現、はい、そして伝える、はい、そういう能力が抜群ですね。嬉しいですね。はいはい、だから先生のお声を聞くことによって、はい、みんながこの元気を得ながら、はい、でも先生はすごいのが内側だけ、はい、さっきお見せしたように、はい、外側はここしか出てないんだけど、はい、内面の方では物事をちゃんと見て分析し、はい、誰とでもつながり、はい、感じてる、はい、全ての波形が出てるの中間層に、はい、こういう波形珍しいです。あ、そうですか。はい、はい、本当に珍しいです。ある意味もうちょっとスピリチュアルな表現になりますけど、はい、このバイオレット、はい、頭頂部がもう天とつながってる、ある意味天の通りにこう、はい、ある意味動かされてるような気がします。はい、いやもうそれはですね、本当に私の後ろについてくれてる方がですね、天の声状態で、そんなことをよく最近言われるんですよ。はい、
なんで本当に私は、多くの子どもたち お父さんお母さんもうそれをどんどん元気にしたいっていうのは私の天命だと思ってるので、そこにこれからの人生かけていこうと思ってますので、はいはい、本当にまさしくそうです、はい、素晴らしいです、いやーこれは永久保存版の声だけです。素晴らしいですね、嬉しい、はいはい、ありがとうございました、ね、はい、じゃあこのまま私は突き進んでいけばいいということですね、バッチリでございます、その通りでございます、はい、はいはい、もう、ね、永遠の3歳児ということでね、もうそれが証明されたということですので、はい、もうこれからのお役割も本当に大きいと思いますので、はいはい、ね、ご活躍を本当にお祈りしております、はい、ありがとうございます。いやこちらこそありがとうございました、はい、ありがとうございました、ご登場いただきました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。転んだ時もナイスチャレンジですからね、転んでる子に向かってナイスチャレンジすごいよって